こんにちは、みんなっちです。今日は久しぶりにノートパソコン買ってみたので紹介します。以前はノートパソコンの紹介動画をたくさんやってたんですけど、数が増えすぎて処分に困ってしまうこともあって、最近はあまり買わないようにしていたんですけど、このパソコンはちょっと面白いかなと思って買ってみました。富士通でモデル名がライフブック AH47/M と書いてあります。で、右側 CPU が Core i7 と書いてあって、値段は2200円、ハードディスクメモリーなしと書いてあります。で、 Core i7 で2200円だったら面白いかなと思ったんですけど、お店でこのパソコンについて簡単に調べてみると、4コア8スレッドの Core i7-4702M9 が載ってるっぽくて、 CPU だけ見ると私がメインで使ってるノートパソコンと同等か、まあ、それより優れてるくらいだったので面白いと思って買ってみました。で、家に持って帰ってウェットティッシュで掃除した状態なんですけど、かなり綺麗なパソコンに見えます。キーボードを欠けてる部分はありませんし、天板を見てみるとこんな感じで綺麗です。背面も見てみます。 Windows 8のロゴシールが貼ってあります。背面も綺麗です。この辺ちょっと擦れた跡はあります。で、ここに SD カードのスロットがあって、側面を見ていくと USB3.0 が3つ、 HDMI と D サブ、LAN ポートと盗難防止のロック。背面は、こんな感じで、もう片方の側面を見ると AC アダプターのスロットと光学ドライブ、 USB2.0 とマイクとヘッドホンと、こんな感じになっています。かなり綺麗なノートパソコンなんで、これもし動いてくれたら面白いなと思います。ただ AC アダプターもついていなかったので、バッテリーも消耗しきっていったこともあって、お店では全く動作確認しないで買ってきてしまいました。こいつを買ってきたもう一つの理由でもあるんですけど、家に余ったパーツがあります。 120GB の SSD、 DDR3-8GB のメモリ、19V3.42A の AC アダプター、こいつらを生かしてやりたいという気持ちもあって、買ってきた感じです。タイトルはジャンク2200円と言っているんですけど、こういったパーツを使うのでちょっとインチキっぽい感じにはなるんですが、まあ、器だけ2200円で買ってきたということでご了承ください。まずはメモリだけ搭載して BIOS 起動できるか確認していきます。背面のパネルを開けていきます。多分この小さい部分がメモリスロットだと思います。はい、出てきました。この奥のスロットにメモリ 8GB を搭載していきます。はい、そしたらパネルを閉じておきます。 AC アダプターを挿します。それでは電源を入れていきます。このシーンが動画のメインみたいなものなんですけど、緊張しますね。それでは電源を入れます。スイッチオンで、デリートと F2 を連打してみます。液晶は割れていないようで良かったです。あ、来た。あ、立ち上がりましたね。BIOS が起動してくれました。液晶も割れてないようで良かったです。プロセッサーでインテル Core i7-4702M9 2.2GHz ということで、予想通りで安心しました。ブーストで 3.2GB まで上がってくれる CPU のようです。で、メモリは8192MB DDR3L と認識しています。光学ドライブはパイオニアの BDRW ということで、ブルーレイ対応のディスクが載っているようです。ここまで動いてくれれば、まあ動く確率が高いと言えるんじゃないでしょうか。それでは SSD を搭載して Windows をセットアップしていきます。すいません、さっきメモリ載せるときにバッテリーを外すのを忘れていました。最初にバッテリーを外すのを忘れないように気をつけましょう。はい、それでは背面パネルをすべて開けていきます。こんな感じで、はい、外れました。ここに SSD を搭載できそうです。 CPU ファンも少し掃除しておいた方がいいかもしれないですね。 SSD を搭載していきます。ここにマウントとネジを残しておいてくれていて良かったです。このネジを使ってセットアップしていきます。ネジを取り付けできたので、この SSD をセットアップしていきます。ここに
差し込んで、はい、こんな感じで取り付けてきました。せっかく CPU が見えているので CPU グリスも塗り直しておきます。CPU ファンとヒートシンクを取り外しすることができました。もうグリスは完全に乾いてしまっている感じに見えます。エタノールを染み込ませたティッシュで拭いておきます。やろうと思えば CPU の乾燥なんかもできるパソコンに見えます。 CPU グリスを塗っていきます。まあ、適当にこんな感じで、このグリスは何だったかな、ちょっとわからないんですけど家にあったやつですね。赤さと書いてある450と書いてますね。 AK450 というグリスです。ヒートシンクもざっくりと掃除をしておきました。この状態で戻していきます。ということで SSD のセットアップと CPU ヒートシンクの掃除が終わりました。これで蓋をかぶせていきます。一応注意喚起をしておくと、ネジは同じ場所に戻すように気をつけてください。こことここのネジ大きさが少し違っていました。バッテリーを戻しておきます。無事 SSD のセットアップが終わって、 CPU ファンの音も少し静かになったように聞こえます。それでは Windows をセットアップしてきます。ということで Windows 10を問題なくセットアップすることができました。最初 Windows 8を入れてから Windows 10にアップグレードしようかなと思ったんですけど、いきなり Windows 10を入れて問題なくセットアップすることができました。ちゃんとアクティベーションもされているようです。ハードウェアモニターと GPU-Z を起動してみました。問題なく動いてますね。 CPU は4コアで8スレッド、 GPU は、インテル内蔵の HD グラフィックス4600になります。内蔵なのでそんなに期待はできないのかもしれません。で、センサーのところを開けて、CPU、GPU の温度も50度前後ということで、ちょっと高めかなといった感じもするんですけど、CPU グリス適当に塗ったのがちょっと悪かったかもしれないですね。はい、問題なく動いてます。シネベンチ R15 を実行します。スタート。結果は 480CB ということで、なかなかいいスコアが出ました。さすが4コア8スレッドです。ドラクエベンチをやってみます。グラフィック設定は最高品質で 1280×720 フルスクリーンで実行します。ドラクエベンチの結果はスコアが4672、普通でした。ということでハードオフ2200円で買ってきた4コア8スレッドコア i7 のノートパソコン、問題なく動いてよかったです。このパソコンは動画の台本を書いたり YouTube 見たりするのに使っていきたいなと思っています。パソコンの動画やりたいなとは思ってるんですけど、いつも買ってきました、動きました、おしまいみたいな感じで、ちょっとネタに困ってるところはあるんですけど、また安いのあったら買ってきたいなと思っています。よろしければまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。